こんにちは、アイルーです。今回はシュガーグラス味クッキー。そろそろ気づかれ始めてるかもしれない。新してくるたびにシュガーグラスを使ってることを。シュガーグラスなんだかんだ使いやすいんだぜ。そんなシュガーグラスの性能は、ペット復活も合わせて、ステージ上の全部の大ポーションを取ることで、ラスト能力がうまく噛み合います。大ポーション4つ使う子ってのは最近の子だといないから、バトン5で大ポーション取りたくない子を使うときに採用したくなっちゃう。そんなわけで今回はバトン5ダイナサワーの動画でもあるんだぜ。また、大ポーション4つ取るのとペットがスコア生成しない分、バトン前でのスコアがかなり高めで、個人的に使ってて楽しいクッキーです。一応言っておくと育てるほどじゃないよ。本当に強いクッキーだけを動画化しろと言われたことあるけど、毎回論断でエンケ。エンケってどこの方言でしょうか？自分はわかりません。田舎民もネットを通じて標準語を取り入れつつあり、方言が強い人ってのは減ってる気がします。中高生頃の思春期だと、方言で話すのが恥ずかしかったり、自分だけ方言を話せないのが恥ずかしかったりするよね。でも大丈夫、方言も方言じゃないのも、どっちでもいいし周りは気にしてないんだぜ。もしも周りにそういう嫌なところ指摘してくる奴がいたら、それはアイルーの過去の姿だから、将来ニートになる奴なんだぜ。そんなことやってたかな？やってたかも。ところで今回のバトン5のダイナサワーは、回復要素がないバトン5で噛み合います。能力時間も長いからラスト発動も長くて、その間にステージゼリーたくさん回収できるんだぜ。ちなみに宝物はステージ特化のテリと、シュガーグラスだと距離が足りないので、エンジンと地図を入れてます。大ポーション4つ必須ってのは距離が伸びると辛くなりますね。2個タイプでも3個目まで取っちゃうことあるし、一番いいのは3個タイプよね。確かタイムキーパーのスーパーレアペット版が、大ポーション2個で良かった気がするんだぜ。タイムキーパーだから普通に3個目まで取っちゃうんだよな。レジペットだと3個だけど、回復あるせいで4個目まで取っちゃう。その辺ステージ長いとタイムキーパーも輝きがち。タイムキーパーは12月くらいに強化されたんだっけ。12月の女感あるな。1月だっけ。個人的に9月は逆連で12月はタイムキーパーっていうイメージ。レジェンド以外は月のイメージ特にないかも。誕生日は基本的に実装日が誕生日になってるみたいだけど、もっとあってそうな日があるよな。誕生日にあってそうな日とかよ。人の絵を、誕生日なんていつでも同じ誕生日だよ。語呂合わせとかで適当に決めるのもフィクションならではの割り切りでいいと思うし、ランダムに決めるのも現実に寄せてるみたいでいいし、印象に合わせて決めるのも夢があっていいと思うわね。でも現実だと計算したら、いつ子作りしたかわかるみたいなのあるよな。クリスマスにしたらいつ生まれるんだっけ。親がいつしたかとかどうでもいいけど、わかるとそれはそれで嫌だよね。なんなら今ではいろんな妊娠の仕方があるみたいだから、その計算も当てにならないかもね。親のエッチの結果として生まれてない人は、コンプレックス抱えてそうだなって GTO を見て思ったけど、それってなるととサスケの問題と似たようなもんで、両親の子として生まれても親がうんこな場合は嫌なんだぜ。それとも自分の存在というものがわからなくなるのかな。人間として生きてる以上人間だと思うけど、確かに精神年齢小学生なのに肉体年齢高校生だった当時のアイルーは、お前は人間じゃないとか言いそう。あの頃は尖ってた。それもまた自身のコンプレックスの裏返しとは知らずに。でもほんと、試験官から生まれたって人がいるのか知らないけど、いたとしてもそれ言われてもなんとも思わないよね。そういうのって身長とかと同じで、本人だけが悩んでるパターンだと思うよ。生まれに関する悩みでひとくくりにしちゃって、自分の得意性とかを気にしない方がいいよ。価値観なんて人それぞれだし、道に怯える人は気味悪がるかもしれないけど、SF に憧れる人は興味あるだろうし、鈍感な人とは気にせず友達になれると思う。アイルーみたいな自分の方が異常じゃいって思ってる奴もいるし、自分が一番異常でかわいそうだと思うから、他人のこと異常だとかかわいそうだと思わないんだよね。何か異常があるとしても、でも君には家族がいるじゃんとか、友達がいるじゃんとか、悪落ちした奴みたいなこと言ってる。本当に24時間テレビに出るべき人間はアイルーなんだぜ。でもあれって本当にヤバい奴は出してもらえないよね。アイルーは多分見せ物にされてる中で、謎に真剣な雰囲気作られてるのが嫌になりそう。そんで放送中でも家に帰ると思う。なんだろう、そういう人にも違いがあって、直そうと思ってる人は異常じゃないんだよね。直そうとしてる時点で常識を持ってて、頑張ってる以上見てくれてる人はいる。病気の人って一括りにされそうだけど、直そうとしてる人としてない人は天と地の差がある。アイルーはそもそも病気って診断されてないんだけども、いざ診断ってなるとちょっとまともな人予想いたくなる感じわかる。でも診断受けた頃はまだまだ普通の感性だったかも。っていうか悪化してるの症状じゃなくて思想かも。妄想の友達を心の拠り所にする宗教を作ったら、それは幻覚症状として判断されるのかな。っていうか何の病気とも診断されなかったことでさらに歪んでる気がする。単純にストレス溜まってるだけなのかな。自分を異常だと思ってる自分としては診断されておきたいんだよね。そういう精神性は普通なのかね。膨張しすぎて診断してくれなかったら暴れ回りそうになってるけど、なんなら街に出て人刺してこれでも普通かって言いたい。そう思うとやっぱ人刺す人って病んでるよね。加害者として扱われる前に病気として扱われるべきなんだよね。性犯罪も再犯率高いとか言いながら、まともに治療せずに3年間閉じ込めて釈放してるからね。閉じ込めてるせいで余計欲求高くなるだろうに。建前を重視して現実を悪化させてるのは、フィクションでもよくある無能キャラの特徴だよね。そんな的外れな指摘もまたしかり、実はそういうメンタルケアもされてるらしいけど、形だけのものって多いしそこまで調べてないからわかんない。のし、